お帰りなさいませ、主様。私からのプレゼントです。明日はこちらをご用意してお待ちしてますね。弟くんに呼び出されちゃうなんて胸がドキドキしちゃうな。弟くんたらもしかしてお姉ちゃんに甘えたくなっちゃったのかな。やっぱりお姉ちゃんがいないとダメなんだから。あ、弟くん、お待ちかねのお姉ちゃんだぞ。今日は何の用かな。呼んでみただけでも全然いいんだけど、弟くんのお願いならお姉ちゃん何でも聞いて。閉じたらいいの？弟くん、お姉ちゃんドキドキしちゃうんだけど。あんまり大胆なことはお姉ちゃん困っちゃうぞ。このまま口を開けたらいいの？口の中が幸せでいっぱい。弟くんの愛の味だね。弟くんありがとう。お姉ちゃんとっても嬉しかったよ。これからも優しい弟くんのお姉ちゃんでいさせて。